1913年に建築工学部のために作られた校舎ドレスデン校科大学は3万5千人以上の生徒と8千以上の雇用者を抱えるザクセン州最大の大学である。ドイツにおけるエクセレンスイニシアティブに指定された11大学の一つ。主にドレスデン市内の3カ所に位置し、また市周辺部にもたくさんの校舎がある。生徒数で言えば ドイツ最大の工科大学であり、ドイツ国内で10番目に大きな大学である。126の教育課程がある。ドレスデン工科大学の名称は1961年から使われるようになったものの、大学自体の歴史は200年前まで遡り、ドイツでも極めて古い高科大学である。生徒数が年々増加しているにもかかわらず、大学の従業員は減り続けている。 たくさんの教育課程を設置しようとしているため、大学の予算は年間約5000万ユーロ不足している。2012年5月からドレスデン工科大学は5つの学部に分かれており、それらに14の学科が属している。つ、ドレスデンで、スタンド2009つ、ドレスデンで、ドレッティミトル、スタンド2010つ、ドレスデンで、スタンド デトセンバー 2009A ビーツ、ドレスデンで、トソロンウントフェイクトン、スタンド、デトセンバー2011ドイツの大学システムの、対応ドイツ学術交流会、ゼックシシャツアイトング、グールティッチスフィアナンズロックアンデアティーユードレスデン、27、ヤヌハー2012、アブジェローファン AMQ、エイプリル2012ドレスデンで、ダイバーイクウントフェイカルタットンデアティーユードレスデン。ありがとうございます。